中日ドラ1がいきなり軟式投球。後半には日本一可愛い野球ショップ店員登場。中井さん投げるから突然ですが、2022年中日ドラフト1位中地レイヤ投手とキャッチボールしてみます。153。引っ掛けまくりですが、それもそのはず、中地投手が投げていたのはジュニア用の軟式の J 球。引っ掛けますね。いつぶりですか？小学校ですね、最後。中学校からこいつやってるんで。早っ。早っ。突然ボールを渡す中地投手、その相手は同じく中日育成ドラフト2位の上田投手。なんだその全部違和感なく。いや、めっちゃありますよ。あると思うんですけど、リリースの時にもうこれへこみますもん。グッて感覚あるです。逆に軟式から公式進む選手多いじゃないですか、はい、対応するコツみたいなのあるんです。公式投げる時こうした方がいいみたいな。僕ネットスローですね。おグッともう感覚を人に投げないよ。投げないです。変化球の練習もネットスローです。あーそうなんですか。すごいですね。ネットスローって言いたい理由は分かりますよ。あそうなんですか。相手いるとやっぱりいいボール絶対投げたくなっちゃう。確かに。もう自分で何も本当に考えないならネットスローの方がいいかもしれない。人に投げるときはいいボールを投げようとして力みが生まれやすい。ネットスローをやる意味が分かったような気がします。その後中学野球に進む小学6年生たちに変化球講座。なるほど。変な力入れたりするために変化球でした。何も考えずに握るだけ持ってチョップするみたいな感じ。チョップ。キャッチャーの首めがけて叩こうと。プロ1年目から変化球って結構通用したかな。自分はあんまりなくて、スライダーも当然得意だったんですけど、そこが全然効かなくなっちゃって、ゾーンに残すのが嫌なイメージになっちゃって、はい、スライダーをゾーンに今までいけてたのがいけなくなったので、一番得意なのができなかったので、ずっとムズムズしてる。ピッチデザインというか、ピッチングの作りがちょっと難しくなったんですか？そうですね。やっぱカウントが取れるボールが自分の中であんまりなくなっちゃったのがあったので。まっすぐは言ってましたよね。まっすぐはまだ今までよりは、ちょっと自信持って投げるように。強いまっすぐの方がいいです。一番そうですよ、ね。そうです、ね。はい。まっすぐないとそれが向こうは絶対いけない。速い球を投げることがありますか？コントロール意識するっていうよりかは自分は思いっきり投げた中でどう外でうまく当たるか。なるほど。まずは思いっきり投げるのは大前提だね。じゃあ2球思いっきりまっすぐ投げて1球変化球やろう。今回沖縄で行われた綱屋食堂プレゼンツ沖縄プロ野球教室、子供も大人も野球をとことん楽しめた野球教室でした。その後最近話題になっているある野球ショップへ行ってみました。沖縄県沖縄市ウィングスポーツさんに新年一発目のショップがウィングスポーツ。そうですね。沖縄です。しかも沖縄っていうね、はい、ダンスを踊る女性の方そうですいるっていうことで話題です。ちょっと話題になってて会いに来ました。そうですね。買い物ではなく会いに来たってスケベいわゆるその町のスポーツ屋さんっていう。そうですね。なんかすごい懐かしい気持ちになってますよ。高級なものを取り揃えてました。一個ずつこう梱包されて綺麗にね。堺シリーズもあります。堺シリーズ。これ上にグローブが、はい、これは片付けしたやつですか？湯もみで今乾燥中ですね。仕上げとお客さんに仕上げてます。へえ、結構な量やられるんですね。そうですね、はい、アクティブフォームあるじゃないですか。あ、本当だ。
これ珍しいですね。この辺のオリジナルカラーっていうのは、はい、ここでオーダーしたやつを売ってるみたいなことなんですか？オーダーは日本ではできないです。卸からこういうフランクリンの限定、もう何千個って多分作って世界で何個仕入れますかっていう形で限定で、へー、カラー限定ですね。テコガードこれどうですか、使ってます？いや俺ね、このフランクリンテコガードは使ったことないです。これちょっと使ってみようかなと思って。ちょっと失礼します。でもね、テコガードあるとやっぱり安心。あ、そうですよね。やっぱね、社会人のねピッチャー挑むときにね、これなしではもうちょっと考えられないね。そうですね、もう怖すぎて。その話よりちょっと後ろの視線が気になっちゃったんですけども、あ、この方ですよ。この方ですか？この方です、この方です。はじめまして。はじめまして。あの 踊ってらっしゃる、インスタで見た人だ。防具つけて踊ってらっしゃってましたよね。ウィングスポーツ公式インスタグラムより野球道具の投稿を差し置いて、彼女が出た動画は平均10万再生。流行りと野球道具を結びつけてダンスを踊ったりなど、その名も野球ショップ美女ウランさん。もともと小崎高校っていうところで野球部のマネージャーやってて、でそこでちょっと知り合って、でそれでたまに SNS で、あのバイトしないかっていうことで、大学生でまだ広告塔的な感じだ。そうです、そうです。へー、はい、そういうお綺麗な方ですからね。でも見たことないですよ、この感じのショップの店員さんは。確かにこれ財布の紐緩みますね。そうだね。あ、そこにもグローブも飾ったんじゃ。あ、これ本人たちのですか？そうですね、はい。リチャードとかは僕の中学校の時の教え子になるので、まあ、与沢海人も所属して。あ、与沢さんも。教え子って何ですか？軟式野球終わった中大連の子供たちを集めて、はい、公式ボールでチームを作って。福山さんは、福山さんは元々の高校の小学校なんです。あ、そうなの？え、おっ、いやいや、視聴者の方忘れてる可能性があるんで、例の改めまして2年ぶりでございます、はい、右よし左よし国よし。懐かしいな。商品より激レアがあって、なんか東浜くんが選抜優勝した時の本物のこれ。あ、てかすごい、比嘉さんの横の比嘉公也が選抜優勝の時に使ってたグラム、ジャパンモデル売り物だよねこれね。へー、そっか。あんまりお見かけしないやつ。この辺とかもね。これ渋いね、この色。確かこの色合い、浅村選手、要のミットもありますね。板倉だ、ハイゴールド、こんなん出してんだ。本当だ、面白い。トレーニングラもおしゃれになったね。増えたよね、うん、ファーストミットではあるんだけど、はい、あ、何これ、すごいヒンジがダブルで、ダブルだ、面白これグローブのキャップ、かわいい、ね、これいいよね。へえ、そうなんだ、はい、すごい、渋いですね。そう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 、黒黒、うん、結構問い合わせじゃないですけど、話題にならないですか？ああ、でも言われます、会った人とかに、うん、なぜなぜの人だとか。野球はできるんですか？できないです。できない、投げたり打ったり。スコアはできます。あ、なるほど。ゆくゆくは何をするんですか？もう来年から就職決まって。はい、6000台で就職します。社会人、はい、一般企業ですか？はい。へー、東京とかで歩いてたらだって声かかりそうじゃないですか。まあね、そうだね、あのスカウトとかね、はい、本当ですか、うん、歩こうかな。歩くだけで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、来た甲斐がありました。来た甲斐があったね。今日買い物よりも会いに来たって言って買っちゃったね。そうっすね、しっかりしっかり買いました。はい、ありがとうございます。